トリビア、つまらない事柄に関する無駄な知識。 SF 作家アイザック・アシホフ曰く、人間は無駄な知識の数が増えることで快感を感じることができる唯一の動物である。ケルビン525とは熱力学温度ケルビンの単位のことであり、525という数字は業務用グルーガンの温度から来ている。一発のダメージが 52.5 なのもそれが理由である。はい、ということでございますけれども、それはどういうことなのでしょうか。こちら確認の VTR です。まあ、マッチングしていく。ケルビンって結構難しい武器だよね。シールド必須みたいなところがあって、シールドないとバチボコにボコされちゃうから、パンとジャムみたいな関係だよね。だからスライド系はデュアルばっかり使ってきたんだよね。だからシールド投げて一緒にスライドしたら、たまにつま先とかがシールドより先に出ちゃって、それでボムでピーって感じよね。だから今回はゾンビギア、死が怖くない。デスしても速攻復帰するからね。サイヤ人みたいなところでね、瀕死になったほど強くなる。こっちじゃあ怖すぎ。振り向いたら味方いないって一番怖いじゃん、ホラーゲーム。ああ、火力が高い。じゃあ、終わったこれ。弾がね、遅いんだよな。もう弾詰まりしてる、ずっと。だから、一発一発確実に当てないといけない。52ガロンとか96ガロンとか苦手なんだよね。あれ、キル速速いと思うじゃん、二角だから。そうでもない、実際は。キル速普通だから。よしよしよし。むしろ外したら、一発外した瞬間、もうキル速が最下位みたいなところ。ここいない?怖すぎ。スライドとこ、一緒に、シールドと一緒に、オッケーオッケーオッケー、こういうこと。シールドと一緒に対面したいとマジで負け、いや、それは聞いてない。このまま俺は鬱陶しい。まあ、今回はパンとジャムを両方使いつつゾンビで復活する戦術なんだけど、危ない。その弾幕やめようか。いや、危ない。別ゲーなんだよな。東方か、もうニーアウトマタみたいな。そこら辺にもう帰った方がいい、オーバーフローは。先制取ったところで、まあ、ピンチになったナイスさまで離脱するっていうのがあるんだけど、いかんせん、ちょっとあんま濡れないから弾。出会い頭、威力90。まあ、ピンチだったらスライドでごまかせ。マジこれ足元が登られるの怖、こういるね。スライドで。エイムが合ってても弾が出ない。継続エイム必須みたいなとこあるけど。これ、矛いけるくない？いける気がする。ここは僕が防衛する。あ、モンスト来た。53なら全然あると思うんだね。かも。登ろうとしてるの、そこは止め。カーリングいるくない？いる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 。いたねー。オーバーフロー、低迷路だ。よーし、敵取り。は？嘘？負け？残り湯が強い。まあ、オーバーフローそんなに強いとは思わないけど、なんか、復回指数が高いよね。今なんで当たんなかった？なんで当たんなかった？おー、痛い。接近戦。棒立ちでご了承した。スライドしないとこれ、集団率終わってんだよな。やる。負け。やっとオーバーフロー倒した。ワイパード。いけいけ、カモン。こっちで通すんだ。で、ナイス様を溜めつつ、スペシャルと、一人来たね。スライドで、ここ待ち伏せ。思ったより射程短いんだよな。なんか、デュアルの方が、ひょっとして若干長い。そんなことないよね。同じ射程だと思うんだけど。当たってる。あとちょっと。そのオーバーフロー倒せる。立ち打ちがおごみ。終わってる。なんだこの終列。ナイス様で後ろ助けてきた。うわ、くっそ。ここ守れなかった。あら。ごめん。スライドの立ち回りが本当に先般すぎる。せめて、他止める。よし、止めたけど。くぅ、きついな、これ。なんとか。やべな。味方に感謝していきたい。なんだこの矛にめっちゃバウンドさせられたんだけど、ランドマンじゃん。キャー、ミスです。3つ。だがこっちはスライド側からな。対面は、火力が高い。二角っていいな。割となんか運ゲーで勝てる時がある、たまに。足元いる。倒せる。よし。立て、ギリギリ刈り取る。硬くない君。諦めなさんなの精神を。まだ、戦える。スライド。いや、微妙に当たったが、今危なかったね、僕。シールドから顔が出てた気がするんだけど。ここは、冷静に割ろう。インクがない、インク。ナイス。割って、まだそこいるね。逃げたか。まだいる、どっかいる。そこ、中央か、中央。僕が刈り取る。引き打ち。これ、トリックアトリート。これ強い。なんか祈ってたら。これキッチンか。守る。防衛する。そこ中央。いや、そっちいるくらい。やべ、おば。この武器マジ強いんだけど、ちょっとさすがに僕死にすぎた。ゾンビギアを過信しすぎてたね。やっぱゾンビギアはあくまで保険なんだよな。これは、届くのこれ。いや、これはシナリオ通り。これでゾンビを発動させます。今みんな気づかなかったでしょ。
今のわざとね、一発スライド緩和した後の硬直が絶対誰かに狙われてる状態でのスライドはもう厳禁かと思う。スライドの硬直マジエサすぎるんだけど、持ってく持ってく、おパワータイプ的確に一人だけ持っていく、その裏にいるやつだな、こいつ、よーし倒してやる。いやまあ的確なスライドが一番ぜ、これ無理、結局は奇襲なんだよ、奇襲がね必ず一人持っていける。この火力よし、超火力なんだよな。このステージでも戦いやすいな、やっぱよーし、平らなステージスライドしやすいわ。ここにやべ、いやー届かないから微妙に、いや言い過ぎ、めっちゃ湧き出てきた虫じゃん。まあ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 、慌てなさな、ちょっとさすがにデスしすぎか、もうちょっといたね、よし倒して、一発も外せなかったらめちゃめちゃ急速速い。でも一発でも外しそう、絶対相打ち持っていけない、あぶねえこの火力を味覚確実に当てたらもう最強すぎるな、もう理論値最強みたいなところ、当てれる、よしよしよし、いいよいいよ、慣れてきた慣れてきた、この感覚でだいぶ癖強いけど、よし、これもしかしたら最強吹き出しじゃない、いや待って、まず地形なんだよな、結局は地形と相手の毎回これらに全ていつだって、これ太刀打ちでいい、オッケーオッケーオッケー、太刀打ちでもやる時がやる、いたね、いや、あー惜しい、まあ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 、こういうことよね、スライドを置いていくみたいな、で全てのスライドを使い終わるとマジ危険だから、1回目のスライドが重要みたいなとこあるな、そこにまだいるな、ナイス様危なかった、使っちゃうから、そこいるいるいる、ここ守れ、あ13秒しかないじゃん、ここ大丈夫、それ自爆しちゃうんだけど、逃げろ、この方向から逃げるんだ、頼む自殺してくれ、それは相手のケルビンにこれ勝ちてえな、対面で勝てたらマジかっこよくない、あジャンキャン出ないんだ、これデュアルの癖出ちゃった、ナイス様でごまかせ、これ多分もっともっとおー当たっていく、今の巻き込まれるんだ、あ当たれ、弾でか、今の当たるな2枚いた、ちょっとまたジャンキャンしようとしてしまった、本当にダメだこれ、もうパワー系すぎるんだよな、もうゼロ戦みたいな、やっぱ先手必勝なんだよな、奇襲が強い、確実に、よしよし、一発さえ当てれば、一発こっちが先手で打てば切り損で負けることはない、もう火力で合流せ、やばいこれ、やばいスライドしたらダメって言ったじゃん、硬直長すぎ、あまあまあまあ、これ確実に止めよう、ここだけを止める、この生存力、生存力も意外と高いんだよな、イモレ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 、ここだよな、ハイリスクハイリターン楽しいわ。